とミカ田川のオンライト日本、はい、始まりました。始まりましたね、はい、ね、なんかあの4月から、月に2回になってね、ちょっと会うタイミングが少なくなったので、すごい4月から去年の今年の4月から4月から月に2回になったんですか。うん、そうです。あ、そんなもんでした。うん、そんなもんです。なんかすごい3月までは久しぶりですって感じですけどね。あ、ほぼ毎週各週会って、今日はお昼からご一緒でしたからね、うん、はい、あれですけど美味しかったですね。なんかお話する時間が結構ありましたけど、はい、ということで、そういうのはね、はい、2017年、はい、7月の24日、はい、月曜日午後2時になりました。はい、名古屋の、もうね、こんな夏風邪なのかアレルギーなのかもう本当よくわかんないんですけど、微妙なところなんですね。そうですね、もう暑さで自分に熱があるのか、うん、外の熱を受けてるのかもわからない。ねね、美香さんは大丈夫ですか、お体の方。元気なんですね、さすが美食コメント食べ過ぎてます。やっぱりね、あの自分の体は食べてるものから作られますからね。そうですね、本当にそう思います。はい、はい、ということでオールライト日本、美食感激コメンテーター美香宇田川さんと私、株式会社東京エムスリ代表の新井がお送りしてまいります。提供は株式会社東京縁結び、そして、まあそうですね、企画もさせていただいておりますということで、はい、新井さんの会社です。はい、はい、変わらず、音楽、使わせていただいて、10月からまた、花屋敷さんの、ね、CM バンバンやりますけれども、とりあえず9月まではね、ちょろちょろっと、ご案内させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はいはい、でどうしてました、ここのとこ。ここのとこね、おかげさまで、うん、まあ、いろいろ見に行ったり聞きに行ったりする機会があるんですけど、まずね、昨日、柳家東三郎さん、はい、1月にご出演いただいて、ご出演いただきましたね、はい、先生の日ですね、大正先生の日ですね、はい、うん、はい、浅草劇亭さんのご紹介、遠藤さんのご紹介で、うん、落語家さんなんですけど、昨日独演会、あそこでやっ劇亭でやったんですか。昨日は牛込神楽坂、うん、タンス区民ホール、よくそう、すごい、駅直結のね、大江戸線のすごい便利なところなんですけども、結構入れるホールなんですか。何人でしょうね、もうかなり埋まって、100名以上はもちろん入る。いい感じですか、そこ。あ、とてもいいホールです、はい、そのとこにもあるんですね、うん、新宿区のホールですね。実は私、松井須磨子の、はい、なんだっけな、そういう、神楽坂に、うん、演劇の、何でしたっけ、劇団があった、うん、頃のお話をするっていうので、うん、7年前ぐらいかな、で去年もなんかあったみたいですけど、うん、そのテーマ、芸術座100周年とかなんかそんなので、うん、会った時に初めて行ったところだったんですけど、久々に行きましたが、とてもいいホールです。はい、承知、東三郎さんを、うん、ご覧になったんですね。はい、で師匠の前でどぎまぎしながらやっている東三郎さんがとても面白かったです。ね、若くても上手な方たくさんいらっしゃるからね、うん、あとは、音楽アーティストの浜崎、うん、さんという、多分曲聴いたら分かると思うんですけど、タタタタタタタ、夏の曲なんですけど、ごめんなさい、鼻歌、鼻声で、鼻歌でちょっと分かんない、分かんないですね。うん、でその方と、なんとね、その師匠が帰られた後にセッションして、うん、ジャズと落語あ、それ面白いかもしれない、ね、うん、なんかね、東三郎バーとかってなかなか素敵でした。それが意外と私はハマりましたね。そうですか。はい、それ以外はちょっとちょろっとコンサート、お呼びいただいたり。で、美香さんは今月はね、うん、まあ、第一に語らなければいけないのは、はい、浅草21世紀、うん、大神工事還暦記念公演、はい、還暦記念公演だったんですね。終わりましたけどね、はい、はい、すごい、まあ、ちょっと仕事いろいろあって1回しか見に行けなかったんですけど、はい、まあ面白かったです、ね、わ、ね、盛り上がってました。やっぱりね、何でしょう、大衆演劇っていう世界なんですか。違いますね。あ、違ったんだっけ。軽演劇って言った。あ、軽演劇だ、そうだ、大衆演劇じゃない、まあ、こっちの方だ。じゃあ軽演劇、大相変わらず相変わらずトンチンカなこと言っちゃいます、失礼しました。軽演劇、喜劇ですね、はい、喜劇すごい。でも大衆芸能は大衆芸能かもしれませんけど、大衆芸能で軽演劇、演劇の方ではないですね、うん、皆さん私のようにならないでください。軽演劇、軽い演劇、ね、はい、そうです、そうです。で喜劇、喜劇、はい、うん、
大神浩二さん座長のね、もうね、うん、超盛り上がりました。三河宇田川さんではなく、前ダブル三河さんで、ね、そう出ていただいた篠原美香さん、大活躍で、うん、あの踊りの先生でもいらっしゃって、ね、そうですそうですそうです、うん、すごい線が細いんですけど、なかなかこうピリッとした ね、 そうですね。で今月はその大神浩二座長の、はい、あの還暦公演に、はい、結構皆さんいっぱいあのお連れしたりして、はい、であの物好きな方は2回も3回もご覧になってましたけど、皆さんハマっちゃって、うん、で、あと今月はあの、はい、演舞場の喜劇公演にハートマークの方がお出になってるんで、はい、座長座頭でお出になってるんで、種之助さん、あれ違う、あれごめんなさい、また違う大丈夫ですか。あ、違う、種之助さんはね今回ねあれがあるんです、8月に早朝会って言ってね、若いうちの娘と同い年ですから、すいませんけど、なんですけど、あのあるんですけど、それも応援してるんですけど、そうじゃなくて、あの北村六郎さんね、北村六郎さんだそうです、はい、あのもうな、失礼しました、もうちょっとかなりおかけをしておりまして、今月5回も見ちゃいました、うわちょっとなんか、新橋演舞長、はい、そうですそうです、うん、あ、5回目はあの楽に明日、明日が楽なんです ね、 ですね、はい、千秋楽ということで、そう、はい、お芝居は他にもあのお友達が、ね、劇団四季の OB で、うん、はい、OB じゃない OG か、はい、それでその、おとといね、まで、昨日までやってたんですけど、うん、ヤマハのエレクトンホールで、はい、四季のそういうあの OG の女の人3人、襟抜き3人で、うん、すごい四季のナンバーを、うん、あの三枝さんってすごいちょっとあの年配の男性と一緒におやりになったんですが、感動してみんな泣いてましたね、客席の人は。それは曲はミュージカルのものから、その式のだからリコーランとか、うん、はい、自分たちが主役とか、いい役をやった役のこう歌を、キャッツは皆さんもお出になってて、キャッツリコーランとか、あ、なんか、まあ、とにかくアスペクツオブラブとか、とにかく式のナンバーほとんど、うん、みんなが聞いたらすぐ分かるような、あれもウエストサイドとかも、でも主役張った方がそれをまた、そうですね、結構式ってローテーションで主役するんですけど、うんうんうん、自分が割といい役やった役 の、 あのだから、アムネリスをやった人も上手だったな、あのアイーダの、うんうん、なんかあのその方たちが活躍する頃は私劇団四季を見ていないんですけど、一、うん、人幼馴染がいまして、あら、はいはい、その中の4人のうちの一人が、あの 中高同級生の妹がいましてね、あ、まあ、あの子供の時から一緒にいろいろ芝居とか見てた仲間で、あ、じゃあもう、ええ、その楽しかったですね、うん、そんな感じでいろいろ素敵な時間を見たり聞いたり、はい、食べたり、あちこち食べたり食べたり食べたりまた食べたり、はい、で今日食べたりって言って、なんか食に関係ある方が今日呼びしてる、そうなんです、今日はです ね、 ね、株式会社風の間の橋本陽子代表取締役なんですけれども、はい、ちょっとどうしよう、今日なんか食べることばっかり聞いちゃいそうで、うん、なんかいろんな多彩な方だと伺ったけど、私興味が食べることしかないから、結構テーマはね、うん、あの新、茶道のすすめという、はい、テーマを私がそれも、ね、お勉強させていただきたい、掲げさせていただいたんですけども、うんうん、ぜひ、うん、楽しみで、はい、早くお呼びしましょう、ごめんなさい、はい、お呼びいたしましょう、はい、橋本陽子さんです、お願いします。まあ素敵、わ、もう着物で、わ、はい、すみません、長い時間をお待たせしました。前にお出になった方が多分、はい、声がね、はい、はい、株式会社風の間ということで、はい、あの会社で、まず金屋さんっていう、あの居酒屋さんっていうにはね、うん、あまりにもおしゃれなく、金屋、うん、あの、売金の金ですけど。あの売金の金、乳酸菌の金、ごめんなさい、売金の金、いいね、例えでも絶対忘れないね、でもおかげでそのインパクトで、ごめんなさい相変わらず天然でございます、うん、はい、乳酸菌の金、あの、うん、まあ金にまつわる食を扱う居酒屋さん、うん、そうですね、居酒屋さんです、うん、でそこでね、あの、まあ、その新茶道のすすめっていうタイトルをつけたのは、私はたまたまあの7月の頭にあのお友達からお誘いいただいて、その金屋さんで行われるインバウンド向けにあの作っている、茶道の教室っていうことで伺わせていただいたんですけど、うん、もうインバウンド専門なんで、そうでもなくて別に専門ではないです、うんうん、でもまあゆくゆくはそういう外国の方にもっともっと、それは興味あるな、うん、
まあ、あの過去にもあのお知り合いあの私の知り合い の, あの茶道教室されている先生にも来ていただいたりはしたんですけども、また違う切り口でその新茶道のすすめっていうタイトルをつけたくなる内容だったんです。そのタイトルは、ね、よしこさんが、私がつけた、うん、すごいよしこさんって天才的ね、そういうのなんですけどなんかすごい興味を覚えました。それで私も覚えました、はいはい、ありがとうございますね、うん、まあ、そんなことで、うん、あの体験させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとね写真があるんですけど、その時に、出した、出していただいた、何和菓子のねお写真とか、あの様子をパラパラと見せていただいていいですか。普通の茶道と どう違うのかを知りたいですね、うん、まずは、うん、素人の私としては、そうですね、はい、いや私も普通の茶道が分かってないですね私私もたった3年しか、うん、あの江戸千景かじってないので、いやいやでもね、あんまり出来が悪くて、うん、おこい茶に行けなかったもう皆さん大体3年ぐらいでおこい茶やってるんですけど、うん、私はあの、まあ、あまり思いが良くない。あるんですか、そういう段階がね。あるんですか、うん、ありますね、うんうん、まあ、そんなわけで、で、うん、そうですね、あの橋本さんご自身はその空間の中に、うん、まあ、流麗っていう、うん、その座って楽しむお茶の形をあのなさっているんですけれども、はい、流麗、うん、テーブルと椅子、ね、テーブルと椅子 でそれは多分どこの流派でも流麗っていうのが多分あると、うん、どういう字ですか。流れるでしたっけ、流れる、立つに礼、立ってで、あ、そうだ、立つに礼ですね、うん、で、それをまあ今の現代社会の人たちに、うん、まあ現代社会というか現代人にまあやりやすいように、で畳のお部屋もないしっていうことなんでしょうね。で、あ、じゃあ今のさっきのお写真みたいにこう立ってお茶立てたりする感じもありですか。うん、立ってっていうか椅子、椅子に座って、椅子に座ってる、ね、うん、でもそうですね、お店のまずちょっと空間からお話ししたいんですけれども、その金屋さんっていうお店が、居酒屋っていう感じではなく、どっちかというとおしゃれなジャズバーみたいなね雰囲気を私は、あ、そうですか、うん、感じて、なんとですね、先ほど美香さん あのご紹介の中にちょっとあったんですけど、あのピアノの先生も、あ、はい、ね、なさってて、あのアップライトのピアノが置いてあったんで、あの、2台ありましたよね、うんうん、でうおーと思ってあ、お店の中にもピアノが置いてあるんですか。お店にピアノが置いてあります。へー、おしゃれね、うん、じゃ あのご自分でもお弾きになるでしょうし、ええ、なんか他の方のコンサートとかも開催したりしてるんですか。あ、他の方のコンサートはやらないですね、うん、レッスンで使ってるか、うんうん、あの暇な時に私がたまに行くとか、そんな感じです。でそれに合わせてお客さんが歌っちゃったりとかそういうのはないんですか。あ、でもたまになんかあります、うん、いいですね、なんかね、それで料理も作ってるわけでしょ、うん、なんか、ね、なんなのそれ、どうしよう。そう、ね、お店でもともとイタリアンをされていらっしゃるってことで、ね、今年から和食になりました。うん、なるほど、だから本当多彩。イタリアンで随分お仕事されてて、和食もうどっか習ったんですか。じゃなくて、いや和食は修行してないので、うん、なんか手探り状態で今もなんかこう勉強しながらやってる感じです。実験しながらっていう感じですね。まあ、そういうお店をやりながらの中で、お茶の茶道に目覚めたきっかけというか。あ、きっかけですか、はい、私が10年ぐらい前に独立したんですけども、はい、まあ、そのイタリアンの店を立ち上げたということで、うん、で独立してみるとこう上から叱られることもないし、うん、なんかこうやってて不安になってきてしまって、誰かこういさめてくれる人が欲しいなとか漠然と思うようになって、うん、でなんかこう先生につきたいなと思ったんですよね。でピアノでもなく、まあ、料理でもなく、なんか日本の文化の何かのを習い事をしようかなと思って、それでお客様にお茶やってらっしゃる方がいたので、うん、紹介してもらって、うん、で体験に行ったらすごく素敵な先生だったので、もうその場でやりますって決めて、それがきっかけです。うん、なるほど、はい、そして、ね、素敵なお話です ね、うん、ね、そうですよね。だからその、まあ、自分でフリーになって
って自分がトップになったらこう、うん、いさめる人がいないって言って、私なんかいさめる人がいないって言ったらわーってなっちゃうんですけど、ね、私もなっちゃうんで、なりがちなんで。でもさ、いさめる人がいないとダメだったか思う気持ちが素晴らしいね。うん、私もいさめる人がいたらはいやめちゃうみたいな。私もやめすぐやめちゃうんで、なんかでももう続けられて10年ぐらいですかね。でやっぱり今、まあ、日本文化にすごく興味持ってくださる方も増えたし、うん、そうですね、自分が知らなかったことが分かってくることで楽しくなったと、うん、いうことですか。うん、あとはその茶道も教えないとなかなか自分も勉強できないとか、ああ、そうですね、覚えられない、教えるのが一番の、ね、勉強だって言いますもんね。そうそう、っていうのもあって教えることを始めたって感じです。うん、3回教えると自分のものになるらしいですよ、そのある人。大体、まあ、もう、もう習って3回すぐアウトプットみたいな、飲み込み、それ早い方がいいみたいです。なるほどね。でもやっぱりベースにこう飲み込みが早い、いろいろこうペースをアップしてできる方だからできることでもあるんだと思うんですけど、でもね、皆さんにその勇気を与えることが大事で、誰でもできるんです。これは絶対習ったことを本当に話しちゃう、人に早く人に話すっていうと、本当に誰でも教えられるようになる勇気を与えるために、あのそういう、それはだから習ったことを早くアウトプットするっていう、さすが、すごい。それ嫌なことだったらアウトプットする必要ないですけど、いいことね、これはいいことだと思ったことを伝えたいこと、を教えるという観点でなくても、何か人にお伝えしたいと思ったら早くアウトプットした方が自分のものになるという、繰り返しで、なるほどね、多分自然にされそうにされてるんだと思いますよ、きっと。なるほど、うん、そう。で、私が一番にも興味があるのが、なんで金の店なのっていうところが。じゃあそこ行きましょうか。でもさ、お茶の話が途中なのに、すごい悪いから、お茶の話は、じゃあそのお茶に興味を持って、そして、教えてらっしゃるランクになるまではどのぐらい、前月が結構かかったんですか。教え始めたのって本当最近なんですよ、今年入ってからなので、まだ決まった生徒さんもいらっしゃらないんで、そういうこの間いらっしゃったような単発の講義をいくつかやってるぐらいで。その前何年ぐらい習ってらっしゃるんですか。10年ぐらい、あ、じゃあ相当に真剣にお稽古されたわ。でものんびりのんびりやってた。あ、でもね、ちゃんと継続して、ね、きっちり自分のものにして、そういうタイプの方なのね。私と正反対素晴らしいな、素晴らしいな。だって10年でちゃんと人様に教えられるようになるっていうのは相当やっぱり、そうですよね、しっかりしっかり一つ一つを丁寧に、でもできてないこともいっぱいあるんですけども、まあキリがないからやりながら勉強すればいいやと思って、まあ習いにも行ってます、まだ。そうですか。でもすごく面白かったのが、やっぱり今回はその新茶道の勧めという中に、まあ、インバウンドを目指していらっしゃるというのもあって、通訳さんと同時進行だったんですね。外国の方もいらしてたんですか。通訳として外国の方に英語をお伝えするという役割をされた女性と一緒に組まれてされていたんですけど、全然その時、あの時は外人さんいなかったんですよね。そうですね、シミュレーションだったんです、まだ講義がきちっと出来上がってないから、何回かやってちょっと固めてって、みたいな感じで、ね、でその空間の中で、そういうふうに所作のことを説明するんだとか、もう忘れちゃってるんですけどね、すごく新鮮だったんですよ。で、要するに日本人が見た、茶道の所作とか意味合いをもちろん含んでなんですけど、なんていうのかな、海外の方、全然日本文化にこう馴染みがない人でも入りやすい説明だったんです。それがすごく新鮮だったんです。ありがとうございます。いえいえ、多分そういうふうに考えられて作られていらしたんだと思うんですけど、すごいなんかプロ意識をすごい感じます、私は。プロオーラを感じる。そんなことない、素敵と。いや、ね、でもシミュレーション繰り返す間にちょっと方向性も変わってきて、最初はもう、日本人向けっていう形で作ってたんですけど、とりあえずお茶会に行ってみましょうみたいな流れで、お茶会で楽しくお茶が飲めるようにっていう筋書きだったんですけど、大体その外国人の方にも分かってもらうという内容にすると、なんかわびさびとか、どういう日本人は何を
こう見て嬉しいと思うのかとか、うん、そういうのがだんだん入るようになってきて、うん、そうすると日本人も意外とそういうのを意識してなかったりするから、うん、もう今日本人も外国人もあんまり変わらない、変わらないから、うん、まあ、ね、こっちの内容でいいのかなっていうので固まったのがあんな感じの内容です、うん、いやだから、なんだろうな、私の場合は本当にたまたま学校が美術をやって、で自分自身も日本がやった理由が、日本人なのに掛け軸がどうできてるのかも知らない、床の間の意味も知らない、そんな状態で学校に入って、でも学校では時代的にそういうことを教えてくれなくって、自分で学ぶしかない状態の中で、大学卒業してまた社会人になった後に学芸員の資格をもらうために、がまた別の大学の講義を受けたんですね。その時初めてその専門の先生たちからそういうお軸の作るプロセスであったり、まあ、他にも知り合いがいたので教えていただく機会はあったんですけど、うん、まあ、本当自分も外人なんだなって、ある意味、うん、いや本当に日本のことを知らないまま来たんだなっていうのは感じましたね。あ、私も全く一緒で、うん、ピアノ勉強してて、なかなか日本の音楽を勉強すごくおろそかになっていて、うん、これじゃいけないなと思って、一時ね沖縄の三線とか習ってたんですけど、あれは途中で挫折して、歌が難しくて、うん、その言葉の内容とかが難しくて、うんうん、挫折して茶道の方に行った感じもあるんです、うん、そうですか、なんかそういう三線とか三味線とか向いてそうな感じだな、好きなんですけどね、でもちょっと音楽から離れてもいいかなと思って、うんうん、なるほどね、でもなんかその大学時代のその新井さんの思いは私もよくわかります、うん、ね、うん、だから逆にちょっと、まあ、話が逸れてしまうんですけど、うん、最近はその日本をちゃんと教える、うん、先生も増えてきたみたいですね。そうですね、今はちょっと違うかもしれないですね、うん、昔は。だから時代的にね、やっぱり、うん、まあ、そういう、日本の独自のものに希薄だった時代にちょうど育ってしまって、うんうんうん、そうなんだ、そうですね、逆にコンプレックスになったりしましたもんね、うん、ありますね、確かに。そう、そんな中でそういうお茶の、はい、お稽古を経験されて先生に ならさってて、うん、でもう一回今度金の方に戻りましょうか、はい、金にね、金に金が始まるのね、うん、金の戻るんじゃなくてまだ、うん、まず金なの、まあ、まだゼロでしてないから、ね、もう金なの聞きたくてしょうがないの、ぜひ金の話を、金、なぜ金の、うん、の居酒屋なのか、まず金という名前をつけたのか、うん、そうですね、うん、まあ、日本の食事って、まあ、味噌とかお醤油とか、うん、まあ、ぬか漬けとか発酵食品って本当身近にある、はい、あるもので、梅干しも、梅もそうだしいろいろあるんだけども、うん、まあ、意識ちょっとスポットライトを当てて、その体にいいその日本の、まあ、知恵がこう詰まった発酵食品っていうものにスポットライトを当てて、うん、お店をやってるっていう感じなので、うん、特別なことをしてるわけではないんですけど、うん、ちょっとその、まあ、発酵でも作ってるんですか、味噌とかも。お店は作ってないですね、でも麹作ってみたり、うん、酵母培養してパンを作ってみたり、ちょっとできることから今始めてる感じで、味噌とかもそのうちやりたいなと思うんですけど、時間がかかるから、うん、そうですね、何ヶ月かかるから、うん、まあ、それもちょっと挑戦したいと思ってて、で発酵食品ってやっぱり菌が活動するっていうことで、うん、ちょっとお店の名前に菌を入れてみようかな、菌をテーマにしてみようかなと思っていて、うん、ただ菌っていろんな菌がね、いるから、そうですね、で、バイキンもいるし、なんかごめんなさいでもなんだっけね、 NHK かなんかで椿の菌、うん、あれお味噌だったかな、お醤油だったかな、どっちか、うん、でその京都のなんかその作り酒、お酒では確かなかったと思うんですよね、うん、お醤油だったかお味噌屋さんの、うん、そのご主人が、うん、なんと多分代々なんですけど、うん、菌を培養するのに、うん、金庫要するに秘密、うん、より分けて、その本来バイ菌ばっかり、うん、ばっかりっていうかミックスされ、いい菌と悪い菌とミックスされてるのを、うん、勘でより分けていく作業が繰り返されたことで、日本のその発酵食品は、なんていうんです、人間に害が少ない菌を増やすことができたっていうのをやってたんですよ、 NHK で。で、あれすごいびっくりして、人間がそのより分けをやったことで、うんうん、カビを生やすと青いのとか赤いのとかいろいろあるじゃないですか、うん、それをなんか選んでいったらしいんですね、昔の人は。それを培養させてまたその選んでって、
だからきっとそのなんだろう、自然発生だけだと悪い菌もやっぱりミックスされているんだけど、あ、椿の灰かから発酵させるんだったかな。椿って花の、うん、花の椿の葉っぱを灰にして、それを培養させる。ごめんなさい、中途半端な記憶力で、うん、なんか書いてあるかもね、うん、多分ね、うん、NHK のなんかその金の特集を今年の頭ぐらいにやってたような。金の店をこう始めたのは今年ですか、うん、今年入ってからです。はい、まだ試行錯誤な感じ。あ、じゃあその前の屋号は何て言うんですか、うんうん、イタリア、イタリア語はあの、もう忘れちゃいました。あ、そのイタリアの名前っぽい名前だったの。っぽいっぽい。じゃあもう本当にオステリアなんちゃらみたいな。オステリアなんちゃらみたいな。ガッと変わったんだ。そうですね、変わりましたね。へえ。じゃあでもそのオステリアなんちゃらに行ってたお客様も金に来るの？あ、いらっしゃいます。へえ。でなんかオステリアなんちゃらなんとかが食べてよとかいうお客さんいないんですか？あ、そうそう、たまにいらっしゃいますけど、それはちょっとこう。できることは違う、できることは違うもんね。そうですね、材料が違うとね、残念ながら違うものを提案して、道具もね、多分違ってくるでしょうし、すごい面白いね。でもそうなんです。だから私がすごくご紹介受けたのは、うん、あの最初伺った時に頭の中でハテナハテナハテナとあって、うん、でもあ、とりあえず行ってみないと分かんないと思ってお伺いして、そういうふうに体験したら、うん、あ、なるほど、切り口が、だからあの今まあ私たち日本人もやっぱり外国人じゃないけど、うん、知らないことが多すぎて、でそこの出入り口のもう最初のその足がかりになる部分をあの紹介する、うん、活動をされてるんだなっていうのが、うんうん、すごく新鮮でしたね。だから私もついつい職人肌でやっぱりあの本物を伝えたいとか本物を見せたいとかってこうついつい 思いが強すぎて、なんていうんですかね、深掘りするつもりじゃないのについつい部分的に深掘りをしてしまうっていう習性があるんですけど、あの基礎デッサンとかね、そういう絵の方の話なんですけど、そうするとあの疲れちゃうんですよね、やっぱり初めてこう接触する人は。なのでそれをすごく分かりやすくあの体験させてもらえるっていうのがすごく魅力的に感じたんですよね。うん、だからあのひとまずじゃあ、茶筅振ってみましょうかっていうね、うんうん、その気軽さがすごくありがたいというか、うん、なんか多くの人がやってもらわないといい文化が残っていかないので、うん、まず人口を増やしたいなってみんなにやってほしい、うん、でそれからこう突き詰めてやりたい方は、うん、やる道はもうあるわけだからそっち行っていただいて、まずは飲んでもらってとか、なんか身近に接してもらって、ああ楽しいなとか思ってもらえることが大事なんじゃないかなと思って、うん、なんか ゆるい感じでやってます、うん、だからあの、うん、私なんかはそのものづくりの方をバックアップしたいと思って、この日本物価発信っていうのをもう十何年前からかずっと口にはしながら、うん、なかなかその、自分自身はこう着実なものっていうのは残せていない状態ですけど、あの思ったのが、そういう茶筅なんかはね、特に中国産のものがすごい今出てきて、うん、確かに安いんですよ、うん、でいいんですよ。でも使ってみるとやっぱり違いが分かるので、まず使ってみるっていうところをやる人を増やさなきゃいけないっていうね。そうそうそう。で実際使ってみると、あ、やっぱりあの中国、まあそんなすごい差はないにしても、やっぱりあの餅が違ったりとか、滑らかさっていうか持った時の感触が違ったりとかっていうのが分かってくる。で、うん、もう本当ちょっと話がまたそれって申し訳ないんですけど、奈良のあのその生産者の方にお話直接伺った時も、茶筅作れる人がどんどん減っちゃってるって言って、うん、でそれもすごい女性の方で、うん、お父様の家業を継がれてっておっしゃってたんですけど、うん、結構力がいる、うん、あの作業がある、ね、うん、作業だったりね、うん、切っては芸術的ですよね、あれ ね、見た目も綺麗ですもんね、うんうん、でそういうのがなくなっちゃうのが私はすごい切ないなと思っている方の立場なので、うんうんうん、もうそれこそあの何でもあの別に、まあ、お抹茶じゃなくても、うん、カフェオレでも、うん、
あの使うようなまあ気軽さで、私週1回ぐらい抹茶ビールっていうのを飲んでるんですけど、うん、お知ってます？うん、知らない。何ですかそれ？抹茶ビールで飲んでる、ね、自分で割るんですか？本当ね、あの昼間は抹茶、あの神楽坂にあった抹茶パフェなんです、はい、それがうちの近所に引っ越してきたんですけど、で夜は餃子のお店で抹茶のビールを出してて、ちゃんと抹茶をちゃんと立てて、シェイクして、ね、シェイクして出せるのかな、わかんないけど、とにかくあれして、抹茶せんで、あれ引いてるのちゃんと、そこで石臼で、それは美味しいの、美味しいの、あれ引き立て美味しいんですよ、引き立てをビールにガー、ビールこう抹茶をお茶をあれして立てて、でそれでビールをバー注いで、うわ綺麗、色も綺麗、すごい綺麗ですよ。それは美味しそうですね。やってみよう。それ美味しいんですよ。飲んでみたい。うん、近所ってことは今晩行きますか？行きますか？本当、ぜひご案内したいです。すごい、本当に美味しいの。教えてください。で昼間は抹茶のパフェの店なんですよ。4時半からその餃子と抹茶ビールのお店に。さすがミカさん。いい、素敵。それでね、抹茶って言うとね、私なんか週に1回抹茶飲んでると同じだなと思って。でもああいう あそこからでもいいから、抹茶ってのものはこんなに美味しいものなんだよっていうのを、ああいうところからでもいいから入っていくと、こう広まっていくんじゃないかな、うん、そうですね、抹茶アイスだけじゃなくてね、っていうかもう抹茶自体はすっごい多分人気なんですよ、うん、抹茶の入ってるものっていうのはすごい人気ですよね、うん、なんか緑の、昔はなんか一昔10年ぐらい前はフレンチとかにあの緑の粉持っていくとギョッとされたっていう、うん、よくハンバーグとかのさ、あの隠し味にお抹茶入れてたよ昔、そうなんですね、うん、なんか美味しいお抹茶入れるとって言って、なんかでももう海外の方が抹茶のあの魅力に魅了されて、日本人以上に多分もしかするとそうね、興味ある人は新鮮でしょうね、抹茶っていう言葉もあります、なるほど、でもビールに合わせるっていうのはまた新鮮ですね、これが美味しいんです、うん、体にも良さそうねえ、うん、お抹茶とビール長期しみ、そうそうそう長期死になってね、アルコールと混ざる、そうそうそう、そこはねちゃんと石臼が置いてあってこれガーって引いてるんです、うん、あ、それは香りよくて美味しい、でね、あの何グラムいくらって売ってるんですよ普通に、お茶、ね、お茶をちゃんと飲む、だって石臼でするとすごい、あの温度が高くないからすごく香りがいいって聞いたことがありますけどね、なるほど、そうね、なんかね、だからそういうところから入って、あ、じゃあちゃんとしたお茶の立て方を習ってみたいわっていうところに、そこからも いけると思うんですよね、うん、あとお家でもう本当に気軽に、別にあの正座してやんなきゃいけないわけじゃないので、なんかお抹茶をね、あのただなんだっけな、茶こしとかはあった方がいいなってすごい自分で反省するんですけど、やめた後に、やめたっていうか行けなくなっちゃった後に、あのお抹茶の粉買って、あの茶こしを使わなかったらすごいダマダマになって、あれね、私も一回やりました、大丈夫なのかなと思って、でもやっぱりこさないとね、ダメですね、こした方がいいですね、まあだからそういうなんだろう、プロセス最低限の必要な道具とか、材料を知る機会にもなるんですよね、教えてくださるの で、うん、どうやったらあのそのなんかいろいろあれに参加できるんですか、なんかその一回こっきりのみたいな感じので体験みたいなのもやってらっしゃるんですか、ね、そうなんですよ、これからね、いろいろ、まだこう定期的にやってないので、 Facebook とかで見ればいいんですか、じゃなくて、あ、告知します、そうですか、まだちょっとテキストもできてなくて、まだ何て言って調べればググればいいの、なんだろう、それもまだ決めてなくて、そうですか、あ、でもお店のは金の、え、金の、あ、金屋ですね、金屋では出してないかもしれないですね、うん、そうですか、つな、うん、げるとでもいいかもしれないですね、それでも、いいかな、金屋の屋は家じゃなくて屋号の屋です、屋号の屋、おしゃれね、なんか、おしゃれで、すごい素敵です、ジャズバーかなと思ったそうです、そんな雰囲気ぐらいの、居酒屋っていうのは逆に合わないかもしれないですね、あ、場所がね、あの、二子新地っていう、田園都市線の、あれは、二子玉川の隣の駅です、二子玉川のね、おしゃれな地域ですね、の隣です、で駅から降りて本当すぐなんです、そっちが、あれですか、橋本さん地元なんですか、あ、あの辺で生まれました、あ、割と慣れてる感じの、なんかね、未開の地だわ、今度、あ、でも二子玉川行ったことありますけど、あ、そうですか、はい、うんうん、ニコタマってとこですよね、あ、そうです、いわゆる、うんうんうん、あの高島屋があるとこですよ、高島屋があ、行ったことあります、素敵なエリアですね、うんうんうん、なんかクリスマスとかすごい素敵だった、綺麗ですね、あそこね、お店も入ってるお店がちょっと雰囲気が違うというかね、あ、入っていいかしらっていう感じ、そう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 、うん、そんな感じ、じゃあちょっとお話が一段落したところで、花屋敷さん勝手に宣伝タイムと、東京結び勝手に宣伝タイムいきます
はい、それでは、勝手に花屋敷さん宣伝タイムになります。今週末ですね、はい、隅田川花火大会あれ、ね、いないんですよね私ね。そうなんですね、本当なんかもうね、ちょっと超残念、今回は、うん、私も実はいないんですけど、ね、いないですよ。花屋敷さん、毎年あの園内の屋上から 花屋敷の、隅田川花火大会観覧という席を設けていて、もうチケットピアでの販売は終了しております。で、あとは当日抽選が待ってます。ぜひ皆さん抽選で、ちょっとお気楽ご気楽いい気分で、あのスカイツリーをバックに、抽選って何ですか。あの屋上から、花屋敷の屋上から、うん、隅田川花火大会が見れる抽選会があるんですよ。うん、それはどこに行けばいいんですか。花屋敷さんの、ところですね、うん、あの詳細は浅草花屋敷さんのホームページを見ればわかるんですね。ご覧ください、はいはい、じゃあもうピアで買えなかった人も、うん、まだ抽選で当たるかもしれないと、そういうことですね。そうです。あ、なるほど。でおすすめなのはちょっとクッションみたいになるものを、ね、持っていくと、うん、あの楽です。私2回ぐらいちょっとお邪魔させていただいたんですけど、本当ね、あのビールとかちょっと自分で買って持っていって優雅に見れます、はい、そして、時計結び、梅の旗農園の梅干しということでですね、もう夏真っ盛りで、今年は実は天候不順で雨が少なかったので収穫はちょっと厳しい、来年が逆に、値段高騰になってしまうかもしれないということで今がお買い得というのもなんですけれども、梅の旗農園の梅干し、ホームページの方で統計結び検索して梅の旗農園梅干しで、お買い求めいただけますのでぜひ、よろしくお願いいたします。よくなかったんですか天候。そう、やっぱりその、うん、あの天候は良くないというか雨が少なかったので、ああそういえば、ね、本来私が使っているのは、和歌山は雨が少なかったんだ。全体に少なかったんじゃないかな今年は、うん、それでその一番梅が収穫する直前の梅雨の実が膨らむ時期が雨少ないと実が膨らまなくって、で私が使わせていただいている公共路線の 5L6L の大きな玉のものっていうのがちょっと来年は厳しいよっていう話で、うん、まあ、今年お売りする分はあのまだ大丈夫ですうん、うん、まあ、値上がりしちゃうかもねっていう、倍近くになって原価の方が、うーん、うん、このねこの間氷が降ったりだとか、ね、東京でもね、うん、あれ東京だけだったんですか。特に文京区とかあの辺がひどかったって聞いた。台東区もすごかったらしいですよ。あ、そうなんですね。私あの時はちょっと神奈川の、私家の中にいたんで、いや、うちじゃなくて、うん、あのちょっと学芸大学の方で建物の中にいたんで全然知らないんですけど、うん、あの浅草の人はみんなこれ塊が降ってきたって言ってました。やっぱりそうなんですね、うん、あの友人もなんか玄関の前にだから、製氷機からできてきたお魚冷やすあの氷みたいのがバラバラ、あ、そんな大きい、うん、そうなっててびっくりしたって言ってましたけどね。私もちょっと離れたとこだったんで、氷なんてどのぐらいかぶりですよね。そうですね、私子供の頃初めて氷に会った時は、うん、何が落ちてきたかと思いましたね、うん、パッツンパッツンすごい音がして、うんでもなんか本当に多分すごいこんな大きいのもあったから。あ、そうなんですね、うん、写真でみんな撮ってた人がいて、あ、危ないね、危ないですね、うん、結構ねえ、なんか、うん、本当にね、うん、子供とかが当たっちゃうとね、うん、であと車の天井がなんかへこむので修理が増えたとかね、そんな話も聞きましたが、はい、うん、そんな気象で、うん、まあね、ちょっと作物も農作物もちょっと大変みたいなね、やっぱりそれで、そうですね、梅も大変だったみたいな、ね、まあ梅だけじゃなくてね、他の農産物も本当に大変だとは思うんですけれども、うん、まあでもね、体元気に、うん、気持ち元気にいきましょうということでまたお話を。どうやったらその東京縁結びのあれ買えるんですか、うん、ホームページで検索で東京縁結びって、うん、あの検索すればいいんですか。縁結びで梅の旗農園、うん、梅の旗農園だけでも大丈夫ですよ、うんうん、そうですか、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、宣伝しときます、はいはい、勝手に、うん、花屋敷さんありがとうございます宣伝させていただきましたということで、またね、あの金屋さんのお話、そして、新茶道のすすめではないんですけども、はい、もう本当にあのどういうふうにね日本文化、そして、まあ、橋本陽子さんは茶道っていうのを、うん、まあ、皆さんに知っていただこうかっていうことで活動されていらして、うん、まあ、
お店の中でいろいろ展開されていらっしゃるんですけれども、どうでしょう、こう、まあ、今プレでいろいろと試しにされていて、はい、反応としてはやっぱり、ね、日本の方が中心でご意見をされていると思うんですけれども、なんだろうな、リクエストっていうか、こんなのがあった方がいいなとかっていうお話はありますか？あ、そうですね、まあ、何回かシミュレーションしてて外国人の方もいらっしゃったんですけども、はい、そうだな、なんかやっぱり楽しみ方が逆だったり、その日本人はこうシーンとした中に炭のパチパチ盛る音とか、お湯が沸く音とか、そういうのを楽しむっていうのが日本人はまあなんとなく分かるにしても、外国人の楽しむってわーって楽しむことが多いので、そこの説明はやっぱり外国人がいらっしゃった時はやっぱこうしないと、楽しみ方の違いっていうのを盛り込まないと、なかなかこうお茶会ってわー楽しい、お茶飲んで楽しいっていう感じではない、で盛り上がるんじゃないっていう、なくその静かなところから始まって最後はおしゃべりするけれども、まあパーティーみたいにお騒ぎするわけでもないし、なんかその辺もきちっと伝えないといけないなっていう、その感覚の違いはあったのと、やっぱりすごく質問してくださるので、なんかこう用意しとかないといけないなという感じ。どんな質問が多かったですか？いや、一番私印象的な質問、困ったってか答えられなかったのが、はい、お茶会はいつやるんですかって、あいう質問で、いつって決まってるわけでもないし、いつだろうな、いつだろうなって特に決まってないけど、でも何回やる時ってなんだろうと思って、うまく説明できなかったのは覚えてます。あ、なるほど、なんか茶道をやってる方だと、利休さんの亡くなった命日にお茶会があるとか、あと京都なんかだとね、大徳寺さんで必ずやってたりとか、場所によっては定期的にやってるところがありますね。そうですね、まあ、初が曲がったりとかあるんですけど、なんかもうちょっと違うこういう説明とか、逆にこういう時にしてほしいっていうなんか提案もうまくできたら、まあ、気軽にやるっていうことで、まあ正式なお茶会ってやっぱり初めての人にとってはすごく重いので、分からないし、正式な本当の最初から の待合でこうやって、最初入って、私も記憶が薄いんですけど、最初からお酒出たかな、なんか簡単に口にこう入れるものが出てっていう、カンカンで、ね、もう長いですしね、あれはもう本当に苦しいでしかないみたいな、知らないでいくと、しまった世界ですね、早く終わらなきゃなってなっちゃうのでだからもうちょっと楽しいお茶会を、まあ、こんな時にして、まあ、季節の、まあ、季節がいい時、やっぱり、ね、秋とか春とかそういう時にしたらいいんじゃないですかとか、もうちょっと気の利いたことを言えればよかったのに、ちょっと詰まったのは覚えてます。実はね、今日お客様にお茶の先生がいらっしゃってたまたまなんですけど、あ、緊張しちゃうような、私的なことたまたまなんですけど本当にね、まあ、また後でちょっとね、はい、お話伺って、なんか、まあ、でも季節をテーマに、行うとかっていうのはなんか一般的でしょうかね。でも例えば、はい、どっか旅先で気に入ったお茶を見つけてきたんだけど、それで一服差し上げたいわとか、そんなのもいいんですよ。あ、そうですね、気に入ったお茶碗を旅先で見つけた時に、皆さんをお呼びしたいなとかっていうお話、そしたら茶碗飾りなんていう名前はそんな時にね、そうですね、茶碗飾り風流ですね、なんつっちゃって置く場所が違うんですね。お茶碗を尊重したようなお手前、あるんですね。やっぱり初めて使うお茶碗とか、思い出のあるお茶碗とかの時にはそういうお手前があるので、お友達で親しい方にこのお茶碗で一服させられたいわって、そんなんて言うんじゃない？そうですね、本当になんかお友達を招いた時にちょっと背筋伸ばして一緒に飲むみたいな感じのお茶会からあれば私もいいと思います。誰かのお誕生日だったら、差し上げたいわとか。そうですね、おしゃれですね、おしゃれですね。やっぱり、いわゆるおもてなしっていう言葉とは通じる部分もあるんですけど、もっとこう人に楽しんでもらいたいとか、喜んでもらいたいっていうのを、そのお茶席を設けるっていうことで示すっていうこと。お客様が緊張するようなお茶会はよくないんですか？
そうですね。なるほど、ね、そう思います、うん。なるほど。いいですね。ありがとうございます。お待ちしてます。うん、すごくね、あのそのジャジーな雰囲気の中で、うん、あのさっきちょっと写真、ね、なんか流れてるんですか、うん、ジャズとか。なんだろう、あんまり決まってないです。その時の気分で。曲、うん、いただいた後にピアノを弾いていただけるとかいう。うん、あ、もう最高ですね。ちょっとやってみようかと思ってます。素敵ですよね。飲んだ後、楽しい。すごい。いいな。だからいろんなね、あのただ単にお茶のその茶道って言っても、いろんなスタイルを作っていくことで、いろんな楽しみ方があるんだなっていうことを、この提案されて、はい、うん、これからどんどん。フラッと行って入れるんですか？フラッと行って入れます。行っちゃおうかな。はい、うん、お待ちしてます。ということで、なんか気がついたらすごいあっという間なんですけどね、まだまあ5分あります、はい、お休みは何曜日ですからね、うん、あ、定休日ないです、お店は、お店自体は、どういつ休んでるんですか、あのお店の店長は別にあのいるので、私はたまに行く感じです、ね、あ、そうですか、うん、レッスンはなんか大体毎日入ってますけど、夜はいたりいなかったり、じゃあもうこれは橋本陽子さんとお友達になって、今日はいますか、そしたら駆けつけますね、はい、いらっしゃる時行きたいね、いらっしゃる時に、はい、うん、お待ちしてます、はい、あ、はい、あのぜひやらせてください、それね、そういうのいいですね、いいですね、ありがたいですね、準備もできるので、うん、あのお店の詳細をまだねご案内できていないので、ホームページの方に、あ、ホームページというか、こちらのね、オールライトニッポンの、はい、あの投稿欄、それから、チェック、今日の放送 の, あの中に、チェック入れておいてください、入れあのこちらが入れときますので、はい、ということでね、まあ、本当に、まあ、イタリアンから日本食で、金にまつわるその乳酸菌の菌です、そういうもの、まあ、やっぱりだから日本人なのに気がつかなかったこととか、それを改めて発信したいなって、自分の体験から、そうですね、あとまあピアノを教えてるというのもあって、全く違うちょっと正反対の文化のものをこう一緒にやることによって、なんかお互いいいところというか、日本のいいところを向こうのいいところっていうのを確認できるので、そういう意味でもこれからは並行していきたいなと思ってます、ね、素敵です、いや素敵、もうでもこういう方がねどんどん増えてくださると、本当にあの日本のそういう、まあ、今あんまり触れたことがない人ももっと触れたい、触れる機会が増えるっていうね、うんうん、でさっき の, あのビールのね、抹茶ビールもそうですし、ちょっとやってみよう、石臼使ってみよう、ね、それに合うビールも後で教えます、銘柄言っちゃったさ、 あるんだ、あります、あります、あるでしょうね、相性ね、これがあるんですよ、あ、やっぱりそれかみたいな感じですよ、あ、そうなんだ、楽しみ、なるほど、じゃあこれはいろいろ体験するしかないですね、うん、まあ、あのオールライトニッポンのそういう情報も見逃しなく、うん、って感じ で、ね、はい、ということでね、あのもうあっという間なんですけれども、うん、まあ、この夏は本当にちょっと異常に30度超えでね、うん、で私もこんな鼻声で言うのもなんなんですけど、体調管理にはあのお抹茶本当にいいんですよね、いいみたいですね、うん、うん、お抹茶と梅干しありがとうございます、いやでも本当にそうなんですよね、あの、まあ、自分の体を丈夫にするっていう、うん、そうですね、大事ですよね、はい、いいと思います、そうか、じゃあ、うん、金屋さん行きましょう、金屋さん、うん、ね、お待ちしてます、うん、すごくいいと思います、まあ、あのそんなわけであっという間なんですけども、次回が8月の14日で、あれですね、私ちょっと変わっていただいたん で、うん、でね、次回は担当になってますね、うん、はい、はい、ということで、8月14日が三河宇田川さん、そして、8月20何日になるんだ、14日だから足す7で23ですか、ですかね、うん、田代先生が、また経済学コーナーやっていただきます、多分あの熊本帰り、熊本というか九州からお戻りの田代先生のお話ですね、23日は21日、田代先生21日、あ、21か、足し算間違えちゃったあ、ごめんなさい、ごめんなさい、私が
7日ですよ。あ、違う、私14日、田代先生28です。あ、28か、はい、28日月曜日が田代先生です。はい、ということで変わっていただいたので、またね、毎度ギリギリのご案内なんですけども、ぜひ楽しみに見てやってください。それではまた8月14日に。ありがとうございました。ありがとうございました。